こんにちは、ゴリゴリドーナツです。本日もね、契約状況を見ながら B リーグの方を話してみたいと思います。ってことで、本日はアルバルク東京さん、ちょっと話してみたいと思います。よろしくお願いいたします。ってことでね、あのね、まだヘッドコーチは決まってないんですけども、選手の方は、田中大輝選手、大阪部大輝選手、平岩源選手、吉井隆弘選手、間違えました。広隆選手、小島元気選手、菊池翔平選手、安藤修斗選手、ザックバランスキー選手、笹倉麗樹選手、 で、機械枠にライアン・ロシュター選手、外国籍で、セバスチャン・サイズ選手、アレックス・カーク選手、ジョーダン・セオドア選手。セオドアなんですね。セオドールだと思ったんですけど。セオドア選手ですね。ってことで、このメンツをパッと見たとき、えぐいっすね。普通に、スターティングメンバーを、ふっーんと考えて、ポイントガードにジョーダン・セオドア、シューティングガードに田中大輝、スモールフォワードに、まあ、 あの安藤修と、で、パワーフォワードにライアン・ロシタ、まあ、ゴールしたセンターにアレックス・カークっていう布陣も考えられるんですよ。その時点で、このメンツやばくないですか普通に。これ止められるこれジョーダン・セオドア選手がどういう選手なのかっていうのを事前に自分ハイライトとか見てみたんですけども、スリーポイントは結構非常に上手い。で、なおかつ、ドライブの能力もだいぶ高いんですよ、本当に。 かなりビビりましたね。あ、このレベルのポイントガード、普通に、まあ、身長とかあんまり高くない182、ね、18 2, 3ぐらいかな。でも、本当にスピード感の緩急だったりとか、そのスピードだったら本当に B リーグの中でもトップクラスの、まあ、ポイントガードのレベルになってくるのかなと、個人的には思いましたで。自分でね、切り込めるし、クリエイトもできるし、基本的に何でもできるんじゃないかっていう印象を持ちましたね。この選手に関しては。 で、他にもね、田中大輝選手、現在ワールドカップを見ている限り、やっぱりポイントガードとしての役割とかを結構になっていて、プラス、かなりいい活躍をしているなっていう印象があるんですよね。でも今、アルバルク東京さんに関しては、ポイントガードの枠が今、すでに3人いるんです。だから、田中大輝選手は、多分、来シーズンポイントガードとしてはなく、まあ、普段通りシューティングガードワーとしてしっかりと出るのかな、と考えております。 ま普通にシューティングガードでしっかりスリーポイントとか、ね、バカすか決めるような、普通に田中選手も自分個人的に好きですので、まあ、そこら辺を注目してみたいなと思います。で、ライアン・ロシター選手とセバスチャン・サイズ選手とアレックス、アレックス・カーク選手のちょっと怪我の感じがちょっと自分よくまだわかっ、ね、まだなのかなと思うんですけども、この3人のゴール下の感じね、強すぎないと思いました。 まあ、サイズ選手は実際千葉で、まあ、優勝してますんで、まあ、移籍するのも、まあ、ま、ま、十分な理由かなと思います。一回同じチームで優勝して、一回ね、チームで優勝してて、で、他のチームでも優勝、うん、してみたいって思うのは全然、なんだかんだで優勝したいでしょう。そういうのであったら全然、まあ、いいのかなと思います。まあ、移籍する理由とかまではね、なん、まあ、自分はそこまで言わない、まあま、言いません。で、個人的にやっぱりね、 気になっているのが平岩源選手なんですよね。どういう、どういう理由で今アルバルク東京にいるのかっていうのがすごい気になっています。他のチームからも声かかってると思うんですけどね。なぜここでまでしてアルバルク東京にこだわってるなって印象があります。こだわるのかっていうのが。で、正直ゴールしたもうライアン・ロシター選手、セバスチャン・サイズ選手、アレックス・カーク選手っていう素晴らしい3人がいて、 で、どう頑張っ、でもザ、ザパ,パワーファーとしてはザック・バランスキー選手もできますからね。こうなってくると、平岩選手出れるのかなっていう、ちょっと疑問ですね。まあ、使い方にもよるんでしょうけど。まあ、果たして、まず、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、今14人。十14人の西、ローヤと、13人だよ、かった。13人っすよね。 でまずその12人に入れるのかどうかっていうのも本当に気になりますね。入ったら入ったで試合に出れるのかっていうのもだいぶ気になるところなんですけども、まあ、ん、プレイタイムとか以上に何かをアルバルク投球に対して求めているのか、それともまあ自分自身の一番の成長できるところが今ここであるっていう証明がもう自分の中でできているのか、そういうところを考えたら非常に応援したい選手ですので、まあ、普通に応援していきたいと思います。で 個人的にやっぱりね、応援している選手は、ザック・バランスキー選手ですよね。まあ、自分自身、新州ブースターで長野出身ですので、まあ、こういうね、長野の、ね、ザック・バランスキーっつったらね、東海大諏訪の印象が強いですので、ちょっとね、まあ、個人的にそこら辺の含めて応援しております。 非常にいい活躍できる能力が本当にあって、やっぱりディフェンス能力が本当に高くて、相手の、まあ、相手のキーマンだったりとかしっかりと抑えることのできる選手だと思ってます、あ。仕事人タイプだと思っております。まあ、そこに関しては菊池選手も言えるんですけども、やっぱり仕事人はね、まあ、やっぱり、まあ、こういう一家に一台タイプの選手がね、まあ、チームに二人もいるっていうのは非常にいいことだとは思っていますので、まあ、そこで被るんかなと思ってます。被る被ってしまうのかなって思うのは、やっぱり違いで、違って、 こうやって仕事人がスタメンから出てきたりしても、ベンチから出てきたりしてもしっかり仕事のできるこの二人がいるからこそ、やっぱり今のアルバルク、東京はしっかり支えられているのかなと思っております。昨シーズンね、アルバルクさん残念ながら、プレイオフに始め、あーと、ファイナルに初めて出てないのかな確か出てないっすよね。アルバルクさんなんてね、毎回出てね、しかも2回優勝してて、 本当に飲み会とかだったらね、真っ先にね、あ、行きましょう行きましょうつって、なんたら幹事もやってくれるようなタイプかなと思ってたんですけどね、今シーズンは、ちょっと行かないでね。だから、だからこそのこの補強す、すんげえ補強だと思っております。安藤聖也選手を話したっていう理由がちょっと、自分はまだ納得できていないんですけども、まあ、でも冗談性ほどは選手を取るっていうんだったらまだ、 ありなのかなとは思っております。ぜひともね、安藤聖也選手まだ決まってないですよね、確か。西地区とかに来てくれれば面白いなと思っております。で、個人的にアルブラックさんに求めることとすれば、やっぱりまあディフェンス能力はこの人たちも,もちろんめちゃくちゃ高いんですよ。で、オフェンスがどう噛み合うか、どういう組み立てをしてくるか、パッケージで攻めてくるかっていう話なんですけども、えー、っとですね、うーん、セバスチョン・サイズ選手がね、 見ている限りね、スクリーンがね、スクリーナーがそこまでめちゃくちゃね、うまいっていう感じじゃないんですよ。だったらスクリーナーだったら多分ライ,ライアン・ロシター選手の方がよっぽど優秀だなっていう印象がありますので、多分ピックロールで攻める起点をつくのは、ま、間違いなくライアン・ロシター選手、まあもし,もしくはアレックス・カーク選手にして、で、サイズ選手は多分ですね、飛び込み役だと個人的には思っております。で、多分、 ですけども、まあ、ロシター選手出すときは、セオドア選手出すのかなと思うんですけど、この2人合うかなって思っちゃって、個人的に。喧嘩しそうだ喧嘩しそうっていうか、去年、宇都宮じゃなくて、あの富山・グラウジーズ、宇都直樹選手がいるところにマブンガ選手に行かせたみたいな、最初見たとき、あれ絶対喧嘩するんじゃないかなと思ったけど、なんだかんだ噛み合ってましたよね。でも、それを見る限りだとま、また、あ、噛み合いとかまた見せてくれるのかなと思うんですけど、 この二人がどういうケミストリーで、が、育むのかっていうのが非常に気になります。ライアン・ロシター選手と田中大輝選手はね、結構代表とか見てても、あれ、この二人合うんじゃねみたいな期待感を結構させてくれるんですけど、ですけども、いかんせん、セオダー選手のね、プレイとかを見てるとね、ピロシター選手みたいなしっかりとした IQ、やっぱりどっちが、ど、なんか、 ゲームをコントロールするのかっていう軸を多分セオドア選手じゃなくてライアン・ロスター選手が担ってくれれば多分噛み合うと思います。ここで、ね、セオドア選手をなんか前に前に行ってプッシュしてしまうと多分ね、アルバルクさんのオフェンスは多分手、なんかうまくいかない方向に行ってしまうのかなと個人的には思っております。で、あとはそうですね、お坂部選手ですかね。彼本当に田中大輝選手、 昨シーズン怪我とかでいない時間帯とかもめちゃくちゃ頑張ってて、本当にこれからの B リーグを担っていくような若手のせい、若手っていうのは本当にめちゃくちゃ感じました。そのプラス、これから担ってくるだろう笹倉イジ選手。この二人が同じチームにいるっていうことのね、意味ですよね。ここの二人がしっかりとやっぱり、ぱり自分自身の良さを伸ばすも,ももちろんですけど、田中大輝選手のオフェンスの感じの、この、プレイングだったりとか、 ピックアンロールの使い方だったりとか、あとはまあやっぱり菊池選手だったり、ザック選手だったりの仕事人の感じ、これをすごい学んで、学んでいただいて、やっぱりこれからの B リーグに、会に、日本バスケ界に思いっきり還元していた,いただければいいなと感じております。で、本日はこの辺ですかね。非常に楽しみです、アルバークさん。ちょっとね、あんまり薄味の内容になってしまったんですけども、サイズ、 選手がね、トロシュター選手、アレックス・カーク選手っていう、この、本当に、B リーグを今とこ代表するような選手たちがね、ぐずらーって並んで、しかも日本人選手も、もう本当に B リーグ代表するような人がずらーって並んでる、この、来シーズン、アルバクト、東京さん。まあ、いろいろ言われてますけども、まあ、楽しみです、とりあえず。どういうプレイングどういう組み立てヘッドコーチがまだ決まっていないってことは、ルカさんじゃなくなるのかなどう,う、どうするんですかね 前回の琉球でも話させていただいたんですけども、なんか、新しい日本のバスケットボール、東地区、西地区は間違いなく琉球さんだと思ってるんですけども、東地区はここまで来たら、もうアルバルク東京さん。まあ、個人的にはね、アルバルクさん、なんかね、まあ、冗談性ほどは選手みたいな外国籍をね、外国からも引っ張ってくるっていうのはすごいいいこと、めちゃくちゃ面白いんだ。ってか、この選手確かさ、あれだよね、前のリーグでさ、ジェームズ・マイケル・マカドゥ選手とさ、一緒にやってたよね。 確か同じチームだった気がします。だからそこら辺からいろいろ情報伝わってるんじゃないですか。なんとなくですけどね。でもね、サイズ選手とかね、取るんだったらね、まあサイズ選手取るのもめちゃくちゃいいことだと思うんですけど、だったらね、NBA とかからね、NBA シーズン中だからなんとも言えんけど、なんだろう。なんかもっとなんか、インパクトあるような人を持ってきてくれるのもありなのかなってね、個人的には思ってしまいました。申し訳ございません。ってことで、 本日はこの辺にしておきますか。次回ちょっとね、B3 にもうちょっと触れてみたいなと思っております。では、ありがとうございました。またね、いいねと思った方は、いいねなどよろしくお願いします。では、また頑張ってやっていきたいと思います。バイバイ。